一番前まで詰め詰めに来てもらって、はいはいね、馬房作みたいな感じなんです。見え作がね。さあこちらに来て、先ほどは何を紹介するというお話でしたから、ヒデさま、最新春から始まる映画情報。えこの春我々は戦でございますというか、はい、ギャリーウィークというやつですな。みんなで映画を見ようみたいな。ああそうですな、はい、映画見ながら見る時間あるはずじゃないですか。こちらは恋人に違いなんだよ、はい、では、はい、この後こちらの陣笠2名によるこの春から始まるな注目の最新作を皆さんに紹介いたしたいと思うておる、はいはい、なんとこちらは画面にそちらの映画の情報が地図が載るということで、はい、皆さんに注目していただきたい。あの見ると見たくなるやつですわ。あれ見ると見たくなるあれじゃ、はい、では早速おすすめの映画、まず一つ目はこちらでございます。で、どい、あ、かっこいい。さあこちらはですのアイアンマン3でございます。はい、こちらにポスターもございます。はい、このようにアイアンマンって言ったら、まあ我らの時代では鉄男ですの、こんな人間おるはずないんですけれども、はい、さあこちらはですの、まあ、過去の映画で、まあ、悪者からたくさん世界を救ってきたということで一目、まあ置かれることになったんですが、しかしですの、また鉄男というくらいですね、強い、強すぎる。なので逆に危険物扱いされる。あー悲しいかな。はい、しかしですの、まあ、このようにこうスーツを着てですの、ちょっとまだスーツを着ていませんが、今のあれを着て我々も戦うわけでございます、まあ、こちらはですの、誠に迫力のあるヒーローものになっておりまして、はい、ぜひ皆様も見ていただきたいと思っております、はい、何それこのアクション、これがもう見どころでございます。ぜひぜひ皆様もご覧ください。我々のアクションかな、さようですの。さて、こちらはですの、まあ、アイアンマン3書いてありますか。はい、こちら現在公開中でございます。公開中、はい、もうやっとる。もう今日マンモスリーマーケット終わったらもう見に行くってくらい、はい、もうすぐ行きます。はい、行くぐらいなの。いかん、まあゴールデンウィーク中にぜひぜひ、はい、映画場に足を運んでいただきたいと思います。はい、はい、マスクしちゃいます。はい、そして続いてはじゃあ当番、はい、続いてわしがお勧めいたしますがこちらでございます、はい、はい、始まりました。こちら映画はですね、こちらのバレットっちゅうやつです。おこちらですね、皆様ご存知のアメリカの大スターシルベスタ・スタローン殿の主演作バレット、はい、こちらバレットっていうのはですね、まあ、日本語で訳しますとこちら鉄砲の玉っていう役でございます。まあ鉄砲玉ですね、はい、こうカナダ行くような、わしらの時代で言えば種ヶ島鉄砲、はい、あれ70です、沖縄州、はい、あのような感じですの。そしてですね、こちらスタローン殿、なんと今年でびっくり67歳のもうご老人と言ってもいいです。それがですね、いやもうそれぐらいの年の方が映画で主演を張っておると、これもうすごい、もう肉体がねすごい、見ていただくように67歳とはね筋肉思えんぐらいの肉体をしておりますけど、内容といたしましては、こちらスタローンというのは刑事の悪党となっています。そしてこの悪党と刑事が手を合わせてさらなる悪を倒すという物語となっております。でこちらも最後と最後の力と力のぶつかり合いの迫力のシーンがございますので、こちら皆様公開が6月の1日からとなっておりますので、ぜひともね皆様の公開の際はぜひともご覧になっていただきますようお願いいたします。はい、俺はリンゴで人を殺せる。リンゴで毒リンゴで人を殺せるね。どういう風にやるのか見てみたい。ぜひとも今のセリフは見たくなったわ。見たくなりますね。俺はリンゴで人を殺せる。6月1日あと1ヶ月中着じゃな、はい、見晴らし楽しみにしとんでしょう、はい、さあ続いて3作目、最後は人気よ、はい、3作目こちら日本の映画でございます。ではこちらをご覧ください。大別の説だ。お図書館戦争、はい、はい、かっこいいジャニーズ、はい、岡田殿、はい、そしてヒロインは栄倉奈々殿、はい、というのもちょっとあります、ね、はい、こちらのお二人なんですけれども、まあ、こちらは我々は戦うために戦う、まあ、本を読む自由というものを守るために戦う、そしてその戦いで生まれる恋物語を表した映画でございます。こちらはですね、皆様本読む方、本読むような方、はい、読書家、こちらの本、
読めんくなったらどうしますか。泣いちゃう、泣いちゃう。それを守ってくれるこの方々がなんと補助隊でございます。補助隊、はい、こちら本を守る補助隊の方々による、はい、本を守る戦いとなっておりますね、はい、こちらはですね、まあ、このエクラ殿が新入新何て言うんですか、若手として新人として補助隊に入る新入隊員、はいはい、それをすごく鬼教官、ここからどんな物語が動き出すのか、このようなものが立っております。そして何といってもこちらも日本人による迫力ある格闘シーン、これ誠にかっこいい。いや、槍はおそらく槍は出てくるでかんと思うんですけれども、こちら図書館戦争、はい、ミッドランドシネマで公開中ですね。もう今日から公開とはになった、はい、ぜひぜひ見てもらいたい、はい、そして3つパパパッと紹介してまいったんだけれども、はい、よりこれ知っていただくためにまた一つ催しがあるんだ。さようでございます。これからは映画なんでもモンドー、よっしゃ、いや多分聞いてよくわからない場合はクイズ大会、はいはい、これからね大会で見ていただきます。なんでこちら映画のグッズが当たるというふうになってるわけじゃん、はい、答えてくれたものはもう分かったらバッと手を挙げてもらえば、はい、もうグッズが当たり抽選で当たるようになってる問答が、はい、問答がございます。では早速これ問答を出してまいろうか、はい、今のやつを見とった皆々は分かるような問題じゃな、多分な。さようにございます、うん、分かると思います。はい、さあでは早速まいりましょう、先ほどこちらご紹介しましたわしがバレー、こちらですね、スタローンさんがやっておるのは極悪人でございます、はい、そしてもう一人と手を組んで巨大な悪を倒すと場所は先ほど申しました、うん、その相棒の職業は何でございましょうというの。相棒の職業ですか、はい、はい、この問題分かるもん、分かる方いらっしゃいますか。難しい、なかなか難しい。3択にいたしましょう、はい、はい、これはスタローン、はい、今一度、いいのかな、はい、3択目、はい、3択で参りましょう。1つ目、これスタローン相棒、同じく悪人、悪人、はい、悪人。二つ目、悪人、まあいいよ、二つ目、二つ目、悪人とは相対する警察官、警察官、はい、三、何の職業にもついたら一般市民、ニートっていうことですか。ニートではないな、善良な一般市民、職業には何かついてる、職業には一般市民。さあ、この3つのうちどれかという上がる方、ありがとうございました。では、あげたら何番じゃ。2番、警察官、大正解。いや、素晴らしい、警察官、警察官。さあ、そしてはい、ちょっと迷おうか、はい、何が当たるかな、楽しみ、はい、これ即答であった、はい、ね、よかった。その流れで参りましょう、はい、第2問いきまして、第2問、じゃじゃん、こちら先ほど紹介したバレット、こちら、まだ公開されてないのですけども、こちらの公開日は何日でしょう。はい、公開日は、はい、今の段階で分かるもの、分かる人、はい、分かる方、はい、正直に分かる方手を挙げてください。では装置、はい、いつじゃ。6月1日、お、6月あったれ1日、いや大概分かってない、もうそれ書いてありますからね、はい、さあでは抽選を、はい、抽選をお願いします。はい、映画バレット6月1日公開、1日公開、映画リンゴで人を殺される、映画じゃカバーでございます、図書館戦争ブックカバーを、はい、ブックカバーでございます、これですあげちゃうということで、おめでとうさん、おめでとうございます、ね、ブックカバー、ブックカバー、ブックカバーいいですな、ブックカバーで、ね、本読む、はい、さあでは第3問、はい、第3問、じゃあ図書館戦争の景品が出ましたから図書館戦争の問題でも参りますかね、こちら景品主導なのな、景品主導で、はい、こちら図書館戦争、こちらですね、映画の物語の中で、こちら図書館出てまいりますが、はい、こちら映画の中で破壊されてしまう建物がございます、はい、ある建物が破壊されてしまいます、はい、その破壊される建物とは何でしょうかという、またこの段階で聞いてみる感じ、はい、この段階で、じゃあこの段階で、あ、この段階で、はい、破壊される建物が分かるものおらぬか、おらぬようじゃ、じゃあ三択にいたします、三択にいたしますか、はい、じゃあ1番は、はい、ポートメッセ、いやー怖い、はい、ポート
めて一番ボーナス2番は、じゃあ2番は、我らが拠点名古屋市、名古屋市、いやそれはやめてほしい、そして3番目、はい、図書館船長の中ぐらいですか、図書館か、図書館、はい、さあどれでやるのかさあこれもうおそらくいけると思うから、はい、はい、いけると思いますはい、では誰かあった、はい、3番、3番図書館、さっきブックカバー当たってのをバレット問題だし、紹介した作品とか違う語弁になるでもう、あ、もう弾持ってどっか行ったぞ弾丸持って危ないぞ、危ないで撃たれますぞ皆様、さあでは、はい、4問目か、4問目、4問目、4問目ではこちら図書館生徒公開日はいつでしょう、公開日分かるか、分かる方いらっしゃいますか、公開日、こちらの図書館生徒公開一番前の、はい、一番前の、はい、お願いします、4月の27、さあ、これは4月の27、大正解、大正解でございます、素晴らしい、素晴らしい、ありがとうございます、いやー、ことごとくこのちょっとな脇道は厳しい、いや、いいではないか、A 流れできたよ、A 流れできたね、繰り返し、ご来場の皆様にアイアンマン、アイアンマン、こちら、アイアンマン、公開されましたが、アイアンマンが住んでおる国はどこでしょうという問題でございます、はい、お心当たりの方は1号館、はい、運営事務所までご連絡くださいませ、分かるものはどこ住んでるよって分かるでしょ、あ、最後の三択にいたすか、じゃあ三択にしましょう、三択にいたしますか、はい、じゃあ一つ目、はい、ここ日本、日本、はい、そして二つ目、はい、アメリカ合衆、アメリカ合衆、はい、三、月、月月に住んでるよ、さすがだな、アイアンマンだ、アイアンマンですからね、月から鉄の男でございます、可能性、さあこの中で分かるもの、はい、はい、1、2、3、どれでしょう、手を挙げて、まあ答えを持ったら月もアメリカか、違います、違います、よし、ナンバー2は何番だ、2番、アメリカ合衆国、大正解、じゃあ自転車のこういうところに貼ってくれそんな貼る場所限定点でもええではないです続いて最後の問題参りますか、最後の問題参りましょうか、では、はい、はい、参りましょう、ではこちらも、わしが隠したということはもうお分かりですね、こちらアイアンマンの公開日はいつでしょう、公開日、アイアンマンの公開日、分かる方、分かりません、覚えとる、はい、覚えておいていらっしゃいますか、手がかり、もうすでに始まっておるということ、始まっておりますよ、今日以前、はい、4月26日金曜日、答えは4月20日、ごめんなさい、じゃあベルトさん、よし、では抽選してもらおう、抽選番号ね、はい、ちょっと前に失礼します、さあ、何が出るかな、あ、届かない、はい、はい、では、こちら、図書館戦争ブックカバー、おめでとうございます、ベルトさん、では、はい、ではね、こちらのブックカバーを、はい、おめでとうございます、大切に使ってちょう、さあ、いやすごいの、みなみな即答で一回だってしまう、そうですな、問題の出し方が良かったんでしょう、みなみな頭が分かってしっかりこれを見てくれとってます、そうですな、またあのゴールデンウィークいろんな映画中でもある中でも、はい、3作品紹介いたしたいので、はい、あるものは見に行っていただきたいと思います、はい、はい、ゴールデンウィークも始まったばっかじゃ、はい、みんなこれから楽しいことが控えておると思うが、まあ、体にはこの気を使ってな、風邪をひかぬよう、そして休みに時間ができたらこちらの春から始まった映画を見に行っていただきたいと思うておる、みんなの週、本日は一日長いことありがとうさんじゃった、また会おう、さらばじゃ、ありがとうございました、もうしばしらも映画を見に行くぞはい、参りましょう、もうこれからもう一仕事よ